私の一押しの海洋生物はクリオネです。クリオネって可愛いよね。そうなのよ、見た目が超キュートなの。ちょっくりしっかり人気も高いから流氷の天使って呼ばれてて、さすがクリオネ様って感じなんだよね。華やかな魚だもんね。サラ好きそうだね。あ、今どこ魚って言ったね。うん、ふっふっふ、クリオネはね、魚じゃないんだな。え、あ、クラゲの仲間なのかな。ブッブー、クリオネはクラゲでもありません。え、じゃあなんだろう。あ、プランクトン。違います。アシロはわかるかな。貝でしょ。ピンポーン、超正解。クリオネは貝の一種なの。貝？意外すぎでしょ。クリオネはね、生まれた時は貝殻を持っていて、成長するとその貝殻を失ってしまうっていう生き物なのです。ちなみにクリオネの本名知ってる人？え、クリオネに本名なんてあるの？クリオネが本名なんじゃないの？違います。次から次へと新事実が。確か本名はクリオネリマキン。ちょっとストップ。あたしに説明させてよ。クリオネの本名はクリオネリマキナ。生き物には世界共通の学名と日本での呼び名の和名の2種類があるんだけど、クリオネリマキナは学名の方でね、クリオネの和名はハドココメガイっていうの、貝類だから。おー、なるほど。クリオネみたいに学名の方が浸透してるっていうパターンは珍しいんだって。やっぱり響きが可愛いからかな。そうかも。響きつながりで言うと、クリオネが食事をするときって頭が2つに割れて触手が飛び出てくるんだけど、その触手の名前がバッカルコーンって言うんだって。超可愛くない？可愛い。ポップコーンみたい。口に出したくなるね。バッカルコーン、バッカルコーン、バッカルコーン、バッカルコーン。響きは可愛いけど結構グロい見た目だからね。流氷の天使が悪魔に変わる瞬間ですな。